2球で強い打球ライト線、さあトムスが2塁に回った、ノエキが追いつく、あとクッションボール処理誤った松原、もう一連のトムスが3塁に回った、方に帰ってくる藤原は3塁へ、藤原京都のタイムリー、ロッテが1点を先制、3回の表強烈な当たりでしたが、松原もクッションボールの処理ちょっと手間取りました、うまかったですよね、コースのさばき方が、はい、こういう今年のライオンズ、今映像映ってますけど、こういう記録に残らないミスが多すぎるので、はい、それが失点に絡んでしまってるんですが、あれはクッションボールミスありました。ワンエンドワン、外野も下がっています。左中間です、広く空いている、センター追いかける、西川追いかけて追いつけない、さらに追加点です、藤岡左中間を破っていきました、タイムリーツーベース、ライオンズは痛いまた1点を与えました、3対0です、ロッテ追加点、この1点はちょっと痛いですね、マウンドスライ好調な佐藤俊哉と対決、初球打っていく、セカンド、あっと打ちない、ライト前、代走の側がホームへ帰ってきます、4対0です、今日もタイムリーヒットを放ちました、1球で仕留めていきました佐藤俊哉、今まっすぐですよね、はい、だと思いますが、昨日もそうですけど、まっすぐに強いバッターに対してなんでまた初球まっすぐ行ったのかが僕は分からないです、はい、ちょっと牧野選手好き嫌いとか関係なしで、あの配球はちょっと分からないですね、はい、